東ベルリン式東ベルリンは1949年の東西ドイツ分裂から1990年の東西ドイツ統一までドイツ民主共和国の首都だったとし、第二次世界大戦の終戦後にソビエト連邦が占領したベルリン東部の地域でベルリン誕生以来の伝統的な都心部はほとんどが東ベルリンに属した。 1961年8月13日から1989年11月9日までベルリンの壁によって西ベルリンと分断されていて東西冷戦の最前線だった東ベルリンは東ドイツの正式な首都であると同時にソ連の占領下でもあり市内には赤軍も駐留していた東ドイツ側では東ベルリンは単にベルリンまたは ドイツ民主共和国の首都、ベルリンと呼ばれていた。東ドイツで発行されていた東ベルリンの地図には、西ベルリンは描かれておらず空白であった。ソ連軍はソビエト崩壊により、ロシア軍に変わったが、東西ドイツ統一後もしばらく旧東ドイツ領内に駐留していた。東ベルリンは以下の行政区によって構成されていた。人民議会が置かれた東ベルリンの共和国宮殿と、 テレビ等1977年ありがとうございます。